クレイジーな恋がこの通り激な深夜だった Thank you。 そう、どこが恋の墓地ってわけさ、名付けてゾンビランド。ここにはユニバーサルの古いモンスターどもが住んでるってわけさ。そこのペアルック、どんなモンスターが住んでるか気になる？うんとうんうんってどっち？なる？ここで意地悪したのちょっと気になる？なるよね。よし、紹介するからな、みんなもよく聞いとけよ。まずはフランケンシュタイン、それからフランケンシュタインの肌嫁、名前はブライド、とってもセクシーな女だ。そしてドラキュラ伯爵、あんたあのドラキュラに血吸われるんだよ。そう、君気ぃつけな。ドラキュラ知ってる？知ってる？あの吸血鬼な、首噛まれるから気ぃつけな。俺も隙があったら噛むからな、気ぃつけな。あ、おっと、あ、すいません。そして最後に狼男、こいつは一晩中月に向かって吠えるのさ。どうだい、この辺りで夜ゆっくり眠るってのはウルトラいいだぜ。ありがとうございます。はい、じゃあ次は君たちの番ね。君たちには今からウェーブっていうのをやってもらう。立ち上がるときに拍手しながら立ち上がる拍手ウェーブっていうやつや。でも気をつけろ、ここの椅子は呪われているんだ。立ち上がると同時に椅子がパーンって跳ね上がるからな、跳ね上がるからな、いい音になるね。ちゃんと押さえてから座るよ、椅子。よし、そしたらこっちの端からだ。こっちの端から向こうに向かってウェーブしていくからな、だん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 立ち上がってくるんだぞ。で、立ち上がるときは拍手しながら立ち上がる。座るときはちゃんと椅子を押さえてから座るんやで。はい、分かった人は可愛いポーズして。してないやんけ。は、可愛い。嘘です。よし、そしたらこっちの端から向こうに向かって拍手ウェーブ開始。3秒前、3、2、1、ワン。微妙です。やってないやんな。見てたよ、ちゃんと。まだ意地悪したな、ほんまにもう。ちゃんとこのショーを興味持っていい？もう一回やるから。何イチャイチャしとんの、お前ほんまに。いいか、もう一回な、やり直し。次は前から後ろに向かってウェーブしていくからな。特に後ろの方も重要だからな、ちゃんとやってくれよ。さらに立ち上がって拍手をしたらウェーブが終わるまで立ち上がったまんまで拍手を続けといてくれ。そしたらでっかい拍手になるぜ。見とくよ、見とくからな。よし、行くよ。前から後ろに向かって拍手ウェーブ開始。3秒前、3、2、1、ウェーブ。オッケー、オッケー。めっちゃ遅くなかった？なんかその辺まで行ったところで感じ出してたやろ、ほんま。これからの本番ちゃんと拍手してよ、約束。はい、そしたら準備が整ったところでここは墓地だけに、ぼちぼち行こかーい。ほら、行くぜー。戦士職長の皆様へようこそ。いらっしゃった、いらっしゃった。来ちまったねー。鹿児島の戦後にお化けだけの鍋に立ってて、その声が初めてなのさ。ほら、奴らが大手出しだ。私は怖い、助けて。
紹介したいやつらがいるんだよ。大体よ、ロックンローラーには追っかけギャルってもんがつきもんでしょ。でもここは墓場だから、たまに追っかけじゃねえ。墓場、怪しいな。オーケー、墓場の DJ ビートルジュースが紹介するぜ。どうぞ、ここに度胸熱な二人組、その名もキング&ホープ。
無情にさ、よく聞くんだ、人生ってのは一度きりだ、あんなプランケチョンケチョンなとこ放っといてさ、この俺様といいことしようぜ、ビートルジュース飲んでくれよ、ちった入れてんだろ、ビートルジュース。I just want to
ビール CM も最高だったぜー。オッケー、そうしたらここからはガラッと空気を変えてクールなナンバーでいくぜ。モンスターチューナーモンスターハートのダンディーフランケン。
見せてください。